落ち着いて流し込んでいきました高木義明。先制は東京ヴェルディ。落ち着いてましたね。そうですね、まあ決定的なチャンスが、まあ、2回3回ヴェルディはあった中で2つ永田から高木大輔ですね、このロングパスから生まれてますからね、はいはい、弟が獲得した PK を兄が決めました。1対0ヴェルディが一歩前に出ます。本当に今三浦さんおっしゃいましたけれども、永田からのフィードを、まあ